篠田学です。私の周りにももう少し早くダンスを始めればよかったとおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。ダンスがこんなにも優しくて、そして楽しいものとは知らなかったとこうおっしゃるのです。このシリーズもディスコを含めて7種目、これを身につけていただければ、皆様方がパーティーにいらっしゃっても、また外国旅行に行っても絶対に困ることがないと思います。さあ、それではご一緒に楽しくレッスンを始めましょう。最初はディスコダンスから参りましょう。ディスコダンスからと言いますと、ディスコと驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。しかしディスコはとてもビートがはっきりしています。それからダンスはまずリズムに合わせることが大事ですね。ディスコはそのまずリズムを取る練習には一番いいんですね。それからお一人でも練習ができます。若い方だけではなくて、今は世界各国いろいろな年代の方がディスコを楽しんでいらっしゃいます。さあ、それではステップに入りましょう。ディスコのステップはとても簡単です。ディスコのこのステップを一回練習していただきましょうね。1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、3、どうぞご一緒に。1、2、3、4、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 1、2、3、4。さあ、それでは一緒に練習してみましょう。ディスコのステップはとても簡単なんです。ただディスコはご覧になっていても上手に踊ってらっしゃる方と、なんとなくディスコらしくないなという方がいらっしゃいますね。これはディスコのコツがあるんですね。これを少し3つばかりやってみましょう。でも自由に使って踊りましょうね。1、2、3、4、1、2、3、4、前にポイントしました。ダーリー揃える、右揃える、左揃える、横になったら揃える、
も一緒に。ステップはとても簡単です。ディスコのこのステップを一回練習していただきましょうね。